各市民センターからお伝えする番組、よかとこ再発見。第5回は大内町からお伝えします。大内町は市内の南西部に位置しており、美しい山や川の豊かな自然に囲まれています。今日は大内町の知られざる魅力を紹介します。ここは出会い橋です。江戸時代、この橋で願い事をすれば夢が叶う、良いことと出会うと信じられていました。大内の名前も出会いの場所を意味する阿内が由来です。今からこの出会い橋をスタートして、青木係長と一緒にお話を伺いに行きたいと思います。行ってみましょう。のすぐ近くにあるハラモータースさんにやってきました。では早速、ハラモータースの原秀樹さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。あ、こんにちは。原さんはずっとお家に住んでいるということなんですけれども、お家の好きなところぜひ教えてください。そうですね、お家ってやっぱり自然豊かなんで、あっちこっちやっぱりいいところすごくあるんですよね。でもまあ、その中でも私が、まあ、ずっと今までこう住んできて一番好きっていうのは、まあ、一番近くなんですけども、この前の川とかですね、川で、まあ、鮎が取れたり、カニが取れたり、ウナギが取れたり、小さい頃から遊んでたんですけどですね。私も自然が豊かなお家大好きです。建物がだいぶですね、いい感じの建物なんですが、これはいつぐらいから建ってるんですか？この建物はですね、多分私、まあ、はっきりはちょっと分からないんですけど、戦時中になんか作られたって聞いてます。もともと農協さんの建物で、米の倉庫と、あと向こう側なんですけども、なんか戦後なのかな、うどんとか麺を使われていたみたいでですね。で、その後、使われなくなって、うちが、まあ、車屋として今現在やっています。お家に車屋なんですよ。木造の車でって結構ね、意外と知っとらすっていうかな、やっぱこう木造の建物って、ほとんど車屋さんってやっぱ鉄筋なんで、でこういうとって、昔から知ってる県がこの建物で使えるんです。やっぱりこれをやっぱりこう次に建てようとしたら、もうそういうとはやっぱ消防とか引っかかってダメなんですよね。やっぱ木造でっていう建物は作れないん で時々なんていうかな、やっぱマニアの方はカメラ持って写真撮っていいですかみたいな感じで来られて、ずっとピャピャピャってこう撮って帰られるんですね。でそういうやっぱこう雨漏りとかその辺を気をつけたら、まあ、かなりまだこの造り自体がなんか、いや昔の造りでしっかりしてるんで、まあ、100年200年なんか持ちますよみたいな、そういうことで、やっぱりそういうのをなんか保存していきたいなって思ってます。多分すでに生きてないいや、お化けやですね、まあ、貴重な建物を保存して、まあそうね、行きましょう。はあ、そういう感じで、はい、はい、お願いしていきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。どうもありました。はい、次は、大内の市民センターの前にあります大坪時計店さんにお邪魔しております。大坪武さんです。こんにちは。はい、こんにちは。
こちらのお店は創業されて今どのくらいなんですか？明治から焼券が130年ぐらいになるってやないかな、うん、今何代目なんですか？私で5代目になるとかな、うん、バイパスができてからですよね。もう完全に宿通りっていう言葉がなくなったですよね。結局旅館もないし、でお店屋さん、ほとんどがお店屋さんやったんやけど、お店屋さんもほとんどあの民家に変わってるし、だからまあ歴史的には長いですけど、もう何軒かですよね。100年超えとるところは、うん、まあ地道に頑張ってます。じゃあ、歴史がですね長いお店ですが、まあ長くおられるということで、まあ、お家でどこがここおすすめよっていうところとか何かありますか？そうですね、まあ、少々有名ですけど、広瀬さんといって漬物屋さんですね。あそこも古い県ですね。あの大内高菜で、少々有名になられて、あそこも行ってみられたらいいと思います。はい、私も高菜ご飯大好きなんですけど、はい、ぜひ行ってみたいと思います。コロナでですね、お年寄りさんたちも外に出歩かないことが多くなっていると聞くんですけど、大坪時計店さんで、何か取り組まれていることとか何かありますか？うちの場合はですね、まあ、一番はですね、難聴ですね。難聴、耳の聞こえとか、あとはやっぱり人と会話が少ないとか、そういうのがお年寄り多いかなと思いまして、で、まあご年配の方ばっかりはないですけど、お家でテレビの音が高いとか、やっぱり難聴系やと思いますんで、これが認知症の危険因子の一つっていうことで難聴は言われておりますので、もし何か気になることがありましたらご相談お受けしますので、よろしかったらご利用ください。そういう取り組みをしていただけると大変安心ですね。今日はありがとうございました。次に紹介するのは大津町で江戸末期から続く造り酒屋です。小松酒造さんは新型コロナウイルスの感染が拡大し、感染防止対策用の物資が不足していた昨年5月に消毒用アルコールの代替品として高濃度エタノールを唐津市に寄付されました。寄付していただいた高濃度エタノールは災害発生時に開設する市内の避難場所で消毒作業に利用しています。今日は小松酒造の小松大輔さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。昨年は高濃度エタノールを市役所の方に寄付していただいてありがとうございます。はい、いいえ、どういたしまして。エタノールを寄付していただくまでのいきさつを聞かせてもらえますか？あ、そうですね、やはりコロナが、ね、始まった時にはもうあっという間にね、消毒アルコールとかが世の中からなくなってしまって、まあ実は小松酒造も困ったんですよ。そのいつも使っているものが手に入らないっていう、で、まあ、そんな中でいろいろこう法改正があって、で、まあ、うちはアルコールを作る会社なんで、消毒アルコールもこうちょっと緊急的な免許で作ってもいいというふうに、それが5月頭ぐらいですかね、去年ので、そこからじゃあちょっと作って、まあ、皆さんにね、少しでも役に立てればと思ってちょっと寄付をさせていただいたということです。はいはい、ありがとうございます。大切に使わせてもらってます。ありがとうございます。お米作りの視点から大津町はどんなところなんでしょうか？お米作り、いや、すごくいいとこですね。本当にね、お米を作るにはすごくいい環境だと思います。
一つはですね、やはり朝晩に気温が下がるということなんですよね。ちょっと山あいにありますでしょ、大内町って。でお米も人間と一緒でですね、こう育っていくときに暑いとですね、自分が生きていくので精一杯になって米粒がね痩せてしまうんですよ。なので、気温が上がりすぎる年はあんまりお米ができないんですね。でもそんな中でも大内町っていうのは特に朝と晩の気温が少し下がるということで、ちょっとまだ休む時間があると、でいいお米が取れるっていう環境にはあるんですよね。とてもいいお米をねいつも毎年作ってもらってますから、とても助かってます。はい、私は日本酒はあまり飲んだことがないんですけど、そういうあまり飲んだことない方にもおすすめしたい商品などはありますか？そうですね、もうちょっと話してもいいですか？はい、お願いします。まずですね、小松酒造で作ってるお酒っていうのは、まあ、一升瓶換算でだいたい年間で、まあ、4万本分ぐらいなんですよ。まあ、4万本、ちょっとコロナで去年とかちょっと減ったんですけども、でその4万本作ってる中で実は大内町の田んぼで採れてるお米をね7割使ってるんですね。だから小松酒造って本当7割もう地元のお米で、作ってるっていう蔵なんですよ。実は今はもう日本全国どこで作ってもですね、まあいかようにもお酒の味ってね、そのまあ蔵のコンセプトとかでねどうにでも作れるっていう時代に今もなってしまって、まあ、その中でうちは、基本的には辛口で、で、香りはどちらかというと穏やかめで、まあ、それはなぜかというと食事と合わせて飲むには香りはあまり華やかじゃない方がいいということなんですね。なのでそういうお酒がまあ大半なんですけれども、まあ、質問のあれに戻りますと、お酒があまり飲めない人とかこう飲み始めの人っていうのはですね、日本酒もちょっとそのこう比較的甘くて、で、まあ多分香りの華やかな方が、まあ、飲みやすいのかなっていう風なね気がしますね。でそのうち慣れてこられると、お酒を飲みながら おつまみお料理を食べて、あこれとこれと一緒に食べたら美味しいねっていう風に なんかなっていっていただくと、お酒をより楽しめるようになると、はい、まあ、決して酔うためのツールではなくて、まあ、生活を豊かにするためにお酒があるっていう風に、ね、思っていただければいいかなと、はい、ありがとうございます。私も甘いお酒から挑戦していきたいなと思いました、うん、はい、ではこれは飲んでほしいという小松酒造さんの一押しの商品などはありますか？いや、いろいろありますよ。一押しはね、今はですね、その本当こう今コロナじゃないですか。だから今このね9月のおすすめっていうことで言えばですね、今はちょっとね日本酒よりもやはり、ね、甘酒ですね。甘酒ってね実は日本酒の元なんですよね。あの甘くて米粒が入ってるじゃないですか。あそこに酵母を入れて培養すると日本酒になるんですよ。だからまあ酒っていうのが多分ついたんだと思うんですけれども、まあ、甘酒基本ノンアルコールで、で、まあまず甘いんです。飲んだことありますか？甘酒いただきました。先ほどですね、はい、甘いでしょ、はい、であの甘さっていうのはこう普通に世の中に出てる甘いものっていうとほぼほぼやっぱりねお砂糖が入ってるんですね。お砂糖が、でも甘酒はお砂糖はやはり一切入ってないんですよ。うちの商品はですね、ちょっとね他のやつにたまに入ってるやつがあるんですけど、うちのは入ってない。お米と麹とお水だけで作ってますね。うちのはねあんまり甘く作ってないんですよ。日本酒もね辛めに作るんですけど、甘酒も甘さ控えめで作ってるので、
まあ、飲みやすい、まあ、さらに言うとうちはでも日本で他にないと思うんですけども、お米を 50% 半分まで磨いた、要するに日本酒で言うと純米大吟醸とか大吟醸とかっていうクラスまで磨いたお米でね作ってるんですね。だからさらっとその飲みやすいとかこういうのもうちの甘酒の、ね、大きな特徴です。はい、ありがとうございます。先ほど大人の甘酒っていうのを飲ませてもらったんですけど、はいはい、それに砂糖が入ってなくてあの甘みが出てたんだなと思うと、はい、すごい驚きました。すごい手が綺麗だなと思ってたんですけど、 ありがとうございます、はい、その秘訣とかはあるんですか？そうですね、まあまあ、僕も甘酒をね、いつも飲んでるっていうのもあるんですけれども、やはり麹ですよね。麹がねやっぱりすごく体にいいっていうのを、まあ、ひしひしとこう感じてるんですね。実際僕は、ここに28歳の時に帰ってきまして、で31歳からお酒作りをね始めたんですけども、実際自分でお酒作りをやってすごくこの肌ツヤがいいっていうことにもうねすぐ気づいたんですよ。2年目ぐらいで、お砂糖で糖分を取るよりも実はそのねブドウ糖で糖分を取るっていう方が全然体にとってはねそのすごくこう優しいっていうのがねあるんですね。まあずっと行き着いたところで、まあ小松市場としては、まあ、みりんを作るっていうところにね、まあまあ、それ8年前なんですけど、まあ、そこからやっと自分のやりたいことが始められたみたいな、はい。まあ、僕がみりんを作っているのはもう社会貢献っていうか、そのやっぱみりんを普及させればアトピーの子を減らせるって思っているので、まあ、そういうことを、まあ、今力を入れていると。日本酒の話じゃないことばっかり喋ってますね。はい、たくさんお話聞かせていただいてありがとうございました。続いて自然豊かな大津町から史跡などを紹介します。一番目は宇土の石仏群です。岩肌に60数体の仏様が彫り込まれています。佐賀県の指定史跡であり大津町の名所としてもよく知られています。極楽浄土に導いてくれる阿弥陀如来、幸福や財産を与えてくれる十一面観音、治癒や長寿に御利益がある薬師如来など多種多様な仏様が彫られているこの場所は実は九州でも有名なパワースポットでもあります。大津町内では橋や看板など石仏をかたどったものが見られます。石仏をかたどったお菓子も有名です。今回紹介した出会い橋周辺、そして宇土の石仏群は松浦島が愛した仏巡りウォーキングコースの一部になっています。興味がある方は松浦島が愛した仏巡りウォーキングコース太陽コースを歩いてみてはいかがでしょうか。次に紹介するのはわらびの五百羅漢です。
それでは行ってみましょう。観光地として有名な蕨野の棚田交流広場から歩いて約5分。苔むす山肌に多くの羅漢像が鎮座しています。弘法大師の夢のお告げから十六羅漢を祀ったのが始まりです。棚田には行ったことがある方でも500羅漢へ行ったことがある方は少ないかもしれませんね。最後に紹介するのは八幡岳です。八幡岳は標高764メートルで、北は玄界灘、南は佐賀平野、有明海を見渡すことができます。早朝には雲海も見られます。八幡岳一帯は県立自然公園に指定され、九州自然遊歩道も整備されていますので、気軽にハイキングも楽しめます。涼しくなるこれからの季節に山歩きはいかがでしょうか。よかとこ再発見 in 大内町、いかがでしたか。ご紹介しましたよかとこの他にも、大内町には紹介しきれていないたくさんの名所、名物があります。毎年10月に開催されている大内くんちをはじめ、蕨野の棚田コンサートやロードレース大会など、祭りやイベントのほか、花の町大内を代表する景勝地、見返りの滝など、1年を通してたくさんの見どころがある大内町です。ぜひ皆さんも大内町のよかとこ再発見してみてください。